英国ウェストヨークシャーにあるペナイン山脈のムーア。湿潤な高地では、このような草本や、わらび類が茂ることが多い。デザート・オブ・ウェールズに広がるムーア・エクスムーア、キリマンジャロのムーア・ムーアは、山西土壌の上に、背の低い草木の実が広がる土地のこと。日本語では、湿原という、英名は、沼地を意味する古いゲルマン語に由来し、元来、 イングランドからスコットランドにかけて各地に点在する高野前とした山野を指して呼んだものである。ムーアは主にアフリカの新熱帯区、熱帯に広がるが小さなものが西ヨーロッパ、オーストラリア北部、北米、中央アジア、インドア大陸にもちりじりにある。世界のムーアのほとんどが非常に多様な生態系を持っている。熱帯のムーアは生息する動植物の多様性が突出して高い。 ムーアは、涼しく湿気のある典型的なヒースの荒野とは違い、しばしば、ボグが広がり、動物区形と繋がった多種のものとの混合からなる。ヨーロッパでは、この動物区形は、赤チョウ、灰色中皮、胡蝶原謀、ヨーロッパ胸黒、大尺シギ、ヒバリ、巻端ヒバリ、ノビタキ、クビマツグミ、といった蝶類からなっている。爬虫類は、冷量な気候のためにわずかしかいない。 他地域のムーアでは12種類程度の爬虫類が普通いるものであるが、ヨーロッパではヨーロッパ鎖蛇だけがよく見られる。カエルのような両生類はムーアを象徴するものである。ムーアで家畜が牧草を食べすぎると、植生がたびたび失われ、飼料としては粗末で、食味に劣るイネ科とアラビにとって変わられ、動物区形が大きく減退する。野生動物と植生はしばしば固有種がある。なぜなら、 過酷な土壌とムーアの特徴的な微気象のせいである。例えば、イングランドのエクスムーアでは、気少種である馬、エクスムーアポニー種が見られる。これは、過酷で、痩せた地味に適しているからである。しばしば軽うな族の木が生い茂っている。ヒースの生い茂る簡素な状況の丘は、スコティッシュブラックフェイス種のような羊がよく育つ。高緯度のムーアは、スコットランドのハイランド、アイスランド、 ノルウェーといった定地に見られる。遥か北では樹木生育ができなくなり、ムーアはツンドラに転じる。ヒースを機械で刈り取ることがヨーロッパで行われてきたが、それはスムーズに次の草が成長するのに避けられない。ヨーロッパでは定期的にムーアに火を放って野焼きをするより、ヒースの種を発芽させた方が良いことを発見した。もし、ヒースと他の植物が背が高いままに放っておかれたら、 それらが大量に乾ききって燃料となる。これは広範囲を焼く、野焼きの結果である。しかし一般的に、ムーアの野生は、野焼きがしょっちゅうでなくとも、容易に再生することができる。イギリス、編集その他の国、編集、ありがとうございます。